オークリーのマスクはなあれいいね。いやちょっとでも9450円はまあまあまあ、インズハウス、インズハウス、インズハウス、よしお部屋です。こんばんは。こんばんは。Yes. よろしくお願いします。Yeah. 本日はですね、秋葉原、はい、もちろん BOTMFX に時間ないからちょこっとだけ寄ったんですけれども、そこでまあみんなと会って、きちんとマスクをして、自粛しながらですね、秋葉原に移っていく。自粛しながら秋葉原に移って、ぶっ飛ばされるんじゃないかって話です。じゃあとりあえず今日はちょっとあの俺が最近気になった、はい、あのオークリーのマスク、はいはいはい、ただその前にちょっと見せてもらって、え、出しちゃいますね。馬場さんがですね急に、はい、あ、そのままでいいです、はい、馬場さんが急に41で軍拡をするっていうね。で、フルフルさんの顔としてたのに先に馬場さん買うっていうね。ひどいですよね。で何を買ったかっていうと、花丸の、はい、アイテムを売ったと。そうですね、はい、花丸ストックを、ね、そうです、ストックの花丸ストックを購入した、はい、まあ、これは出さないですけど、馬場さん、俺にあれ言われてね、教えたの。あの、あとジュース代。ちなみにまあ今日は動画出さないですけども、はい、まあ、ある動画を撮ってきました。お、はい、それはあのゴーサインがレターに動画編集させていただきますので、はいはい、こうご期待でございます。で、うん、今日は前から言ってたオークリーの MK3 のマスクをですね、新沼さんがわざわざ、はい、遠方から持ってきてくれたんで、新沼です。はい、新沼です。はい、変態です。はい、その新沼さんが持ってきてくれたオークリーのマスクで、はい、顔がでかい男、太ってる男、はい、オークリーのマスクってちっちゃめにできてると、みんなあのツイッターで教えてくれたんですけども、はまるかどうか、はいはい、で、高級マスクなんで、もし買ってみて顔にはまんなかったら、目も当てられない、うん。それは本当にもう、本当、乳首つねるしかなくなるんで、ね。だから今日はそのオークリーのマスクを実際にこの顔のでかい俺がですねハマるのかっていう動画にさせていただきたいんで、よろしくお願いいたします。で、もう彼がパクってるんですけど、はや、はい、これがこれがですね噂のオークリーの MK3 っていうマスクですね。これは最先端のマスクで呼吸が苦しくない、これから夏になるにあたって暑くなるんで、うん、こういうマスクをしてると汗だくになる、うん、今でさえ暖房ついてるあの店の店内に入った時に、うん、マスクをしてることによって呼吸がちょっとしにくいと、はいはい、その状態から汗をかいていく、で夏はやっぱり汗をかくと臭くなる、あ、そうですね、臭くなるとムラムラするね、ムラムラするとあるっていう感じなんで、はい、よろしくお願いいたします。それではこの MK3 のマスクつけさせていただきます、はい、顔にはまるかどうか、はい、ちょっとマスク取って、はい、インザマスク、インザマスク、インザマスク、お、着装、合体、はまるね、バッチリです、おお、いいじゃないですか、なんといっても呼吸が楽、すげえ楽、すごいな、うん、いいいい、これこれ、うん、悪いけど、うん、あのつけてる時と。あ、マスクあるじゃないですか、うん、マスクつけると呼吸ってちょっとしにくくなるんですけども、うん、これつけてるじゃない、うん、声の通りもこのまますごくいい、すごい、しかもマスクをつけて呼吸が困難にならない、うん、よくあの、うん、シューティンググラスとか曇るとかそういう感じ、メガネこれ絶対曇る、だって酸素がつけてない状態と変わんないです、うんうん、これはいいわ、すごいね、もともとがアスリート用に開発されてる、アスリート用のマスク、でもね、高いのよ、あ、まあ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 、アマゾンで9450円するのよ、マスクが9450円、どんだけオークリーボルタ振ってんだって話。ただちょっと俺これいいな、これ今日ちょっとつけて帰る。持って帰っちゃう、これは欲しい、はい、でちなみにもう一個あります、はい、こちら、これは何ていうマスクですか、 ATV テックっていうのはあの多人でバギーを乗る人たちの、はい、米軍仕様のやつ、なんか米軍仕様の ATV テックっていうなんかすげえマスクがあるんで、これ実際にちょっとこんな感じの写真です、はい、新沼さんがつけると変態以外の何者でもないっていうこのマスクですね。これは、まあ、ちょっとつけてみますけども、はいはい、ちょっとこれ多くに返しますね、はい、はい、これなんかすごいな、すごい、捕まるよ、大丈夫、いや、これを
捕まりそうですね。でも息は楽で、ここで微調整が効いて、ただ問題は、職質もあったらしい。これ確かにデザートタイプだ、息が楽なんだ、うん、なんかね、うん、これ作ったら俺血止まる。あ、でも格好は格好いいですね。格好は格好いいけど、あ、でもこれサバゲーテクにいいんじゃない？多分そう、痛くないです。これサバゲーテクかっこよくない？まあね、ヘルメットつけてもいい。そうそう、これにメットとかグラサンかけたら。これいくらぐらいするの？これ4,000〜5,000円。4,000〜5,000円、これ4,000〜5,000円。あ、これ4,000〜5,000円のマスクだったよ。グラサンじゃん。グラスはちゃんと。あ、渋っ。これ渋っ。あ、捕まるな、これ捕まるな、全然コンビニで捕まるな、終わりだよ、これでコンビニ入ったら終わりですよ。あ、でもこのマスクは、うん、まあでも今さ、うん、俺申し訳ないけど、新間さんこれつけてるんじゃないですか、うんうんうん、いつも関節キスですそうだね、大丈夫大丈夫大丈夫、家帰って出所します、はい、これ洗えるんですか？洗えます、洗えます。いや、でも俺的には、うん、オークリーのマスクはな、あれいいね。いや、ちょっとでも9450円はまあ、いや、これかっこいい。あ、でもこれすごくいい、なんかすごくいい、うんうんうん、いい、なんなんだこれ。あの、ネットで見た時にいまいちだったんですよ、はいはいはい、なんでこれが9450円、はいはいはい、触ってみるとわかります。これ触ってみると布じゃない、あ、これ金網じゃないんだね、わかんない、そう、ペランペランでペラペラなんだけども、呼吸がこれ、あの、こうつけたり、うん、つけた時に口と鼻と全部ここ中で密着してないんですよ、うん、要は空間がこう生まれてるんです。で、全てがメッシュになってる状態で、はい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 、一応これは抗菌用の、あの、中にあるんだよね、あの、はい、ものすごい、あの、はいはいはい、ウイルスを除去してくれるものがついてるんだけども、はい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 、まあ値段は高いですよ、まあ、値段は高いけど作りがしっかりしてるんで、うん、多分長持ちするんじゃないかな、うん、ただまあ夏はやっぱりちょっと必要かな。そう、ね、夏このマスクつけてたら、そう、俺多分倒れると思うの、しんどい、あの、普通のこのマスクも、このマスクも、そう、うん、しんどい、うん、みんなこれちょっとこっちでましょうかね、うん、アマゾンでみんな今日持ちましょうか。00時、00時、お行きなさい。まあそんな感じで、オークリーのマスクはですね、一応ネットでいろいろあって俺はつけられないって言われましたけども、いや全然大丈夫、うん、基本大丈夫、うん、全然大丈夫、あの、顔のでかい俺がつけても大丈夫。俺顔ほんとでかいんだよ。いや、ここはです、そう、何よ、つけられるってことは小顔ですよ。そうそう、抱きましょうか。おお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 おこのローラーを150回以上往復してるのと同じ効果があるんですよ。すごい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 。これ100でもすごい、女性のものなん、男性一人も買った人がいないんですよ。でそのマスク、それを買うじゃない、うん、で毎日編集するときにそれつけっぱなしにして、うんうんうん、どんどん俺の顔が小さくなっていくのかいけないのか、いけなかったら嘘ってことだから楽天訴えますよ、はい、そんな感じで、はい、本日はですね、このみんなで動画撮らせてもらったんですけども、遠方からですね、ほのまるさんが、はい、来てくれたんで、いつもあのライブ配信ありがとうございます。ありがとうございます。そんな感じで今日はこのくらいの動画で披露させていただこうと思うんで、はい、はい、よろしくお願いいたします。あ、今そこのあなた、チャンネル登録、高評価、コメントありがとうございます。それではですね、このチャンネルが面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。 I'll beI'll be back.